では後半行きたいと思います。えー、内田信也さん皆さん拍手でお迎えください。はいよろしくお願いいたします。内田信也と申します。えー、とマジちゃんコピーライターでおりますが昼はヤフーという会社で広告の仕事を夜は、えー、夜と、えー、と土日はマジちゃんやってます。まず少しマジックをやってみたいと思います。アイパッドを使ったマジックです。 Mm-mm. -hmm. はいえー、こういった活動を土日はやっておりまして、えー、普段は、えー、広告の仕事をしているという形ですでこういう仕事をしていますと、まああのーまあ、マジックも、えー、と広告もコミュニケーションとかあとブランドの仕事とかをやっているんですがあとコミュニケーションとかクリエイティブの仕事だねとよく言われますでよく僕のところにそういうクリエイティブな仕事をやりたいというお話はよく来るんですけども社内でも社外でも、あのー、そういう時に僕が心がけている方法ということを本日はお話ししたいと思います。まあ、他に書書籍を書いたりだとかヤフーだと こういうい検査展示でキャラクターを作ったりとかあと津波の防災広告とかを代理店さんと作ったりとかそういったことを、えー、いろいろやっていますで。まずクリエイティブに関してのお話なんですけども Adobe さんのやった調査で面白い調査があります、えー。世界で最もクリエイティブな国はどこですかという調査を全世界でやった調査ですね。これどこの国が1位だったかというとなんと日本なんですね。日本ががアメリカが28フランス、えー ドイツと続きますただ世界で取ると日本が一番クリエイティブとなってるんですけどこれを各国とに変変えると少し変わってきますアメリカでアメリカ人に最もクリエイティブな国はどこですかっていうといやもちろん、うちのアメリカだろうって言ってアメリカが一番だと思ってるんですねアメリカの方は。じゃあ日本国内で,でどこがクリエイティブだと思いますかって聞くとどういう答えが返ってくるとアメリカじゃないですかねっていう答えが返ってくると。で 世界はもう日本が最もクリエイティブな国だと全世界で思われていると、ただ日本人は日本がクリエイティブだと思っていないとで、日本人はアメリカをクリエイティブだと思っていると、アメリカ人はアメリカが一番クリエイティブと思っている、ここから出てくる日本人に一番足りないクリエイティビティに欠、えー、けている部分が何かっていうと、えー、僕はこの次の自信だと思います。世界で思思われれてててていいるるののに自分ががっっなうすごく損してるこれは 本来クリエイティビティのある人がアウトプットできてない可能性というのがあると思います。で自信がないとだんだん本来そういう人が出づらくなってきます。そうするとどういう文化になってくるかというと、えー、その自分のアウトプットに自信がなくなって次に気にするものが何かというと、えー、肩書きですね。 クリエイティブディレクターです。アートディレクターですあーで。仕事でこういうことがあります。このアートディレクターに発注を頼みました。そのアートディレクターってすごいのはい、すごい有名です。有名だけど作品見たの作品は見てないけど、すごい検索に引っかかりましたっていう方が多いです。肩書きよりまず自分がその作品がいいか悪いか判断しないっていう人がめちゃめちゃ多いです。ので、肩書き大事です。肩書き大事ですけど、まずその人が何やったかっていうことが大事だと思います。その上で、その作品を見た上でクリエイティブディレクターとかアートディレクター肩書きついたらそれは本物だなので、肩書きよりもまず物で判断をしていって、 そのものの判断を自信をしていかないと絶対あの世の中にいいものは作れないんじゃないかなと思っています。で、いいものを作るために4つ心がけていることをお話最後にお話しします。まず1つ目、好き嫌いを言う。マジックでよく聞かれるのがセロさんのマジックですごいのマジックさんのマジックとすごいのっ聞かれます。あなたが見てるんだったら自分でまず判断しろって思います。まず自分がすごいと思ったらすごいですし分かんなかったら分かんないんですよ。ので、好き嫌いを言うっていうのがすごく日本人に下手な人が多いので、まず自分はこれ好きだけどどう思うっていう聞き方だったらいいと思うんですよ。好き嫌いの判断を絶対する。2つ目 アウトプットです、日本人、にシャイな人が多いです、で、多分インチスタとかピンタレスとか、TikTok とかいろいろ出てますけど、アウトプットしたことない人、ここにもたくさんいると思います、そういう人はまず YouTube アカウント作って、そこら辺の草でもアップロードしてください。ままずアウトトプッすすること大事です3再生くらいはされます その上で、えー、と僕もあの例えばマジックで漫画をアウトプットしたいなって思いました、で漫画、書けないので、漫画家の方に手紙書いて、一緒にやりませんかって言ったらやってくれましたと、結構努力すれば、あの誰でもゼロ円で助けて,てくれる、これも神谷さんもお金がほとんどないのに、一緒に書いてくださった本だと思います、あと、TikTok が始まったので、TikTok でマジックも始めましたあの、10代の子ばっかり恥ずかしいです、その結果、TikTok で何を書かれるかっていうと、おじさんがこんなに頑張ってるのに伸びてないなとか、しょぼいとか、雑魚とか、てめえの家、燃やすとか書かれるんです。 で傷つか傷つかないで傷つきますって恥ずかしいですけどまずアウトプットをするということが大事になりますのでとにかく皆さんも、えー、何か新しい媒体があったらとにかくアウトプットをすることによってそうすると次の改善があります3つ目失敗するですね、えー、とまず何もないアウトプットするかしないかのところで1個でっかい台になりますで大体無反応ですその辺の草あげても無反応ですまずそれが大事です草取って無反応だったらもっといい草だったら反応があるかなとか 思うので、まずあげると、だんだん炎上とか、賞賛とかの方向に自分がしようという部分があるので、まずそれをやることが大事です。で、僕もいろいろやってます、例えばこれ、去年やったので、流行し相互対象っていうので、その日に流行しそうな年の言葉メンヘラ、1週間に1度はラーメンを食べないとメンタルがやれる人みたいな、流行りそうな言葉っていうのをアウトプットして入らせようっていうことをトライしたりだとか、年に3つくらいプロジェクトしてますが、1つしか成功しない場合あれば、全く成功しないときもあります。とにかく失敗することが大事です。 その上でやめないということですね、やめなければ、いくつか絶対成功があるという形ですね、のでとにかくいろいろやってみる、それこそ先ほどの25番のカメラを急に買うという話もありましたけどな何かをまずやるということは、まずやらない人とのでっかいラインがあるので、何かとりあえず素人だからとか関係なしじゃん。 まずやるということが大事です。3つ目、4つ、好き嫌いをまず言いましょうと。で何か何でもいいからアウトプットしようと。で、失敗して失敗した上でもっとこうした方がいいなっていう感情が生まれたらやめないで、ひたすら続けるということが大事かなと思っています。はい、最後に僕の肩書きのマジシャンについて話しますが、マジシャンって、えっと、マジックということをやるという考えでは僕はありません。えマジシャン、ごめ、えっと、んなさい、宿題ですね。ので、皆さん、あまりアウトプットしたことない人がいたら、 今日使ったことない媒体にアウトプットしてください。Twitter でも2チャンネルも何でもいいです。で、その上で最後にマジシャンのお話をしますけれども、マジシャンはマジックをやる人だとは思っていません。パロットカードの1番のカードって皆さん何かご存知ですかね、マジシャンなんです。これは0を1を生み出す意味合いでマジシャンと書かれています。つまり驚きとか何か新しいものを発明するのがマジシャンだと思ってますので、もし何か一緒に。 新しいお土産を作りたいなって方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひご連絡いただければ一緒に何かできればと思いますので、よろしくお願いします。以上で本日僕のプレゼンは終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、皆さん今日宿題まずクラウドファンディングやる、えー、その後草をアップロードするですね。必ず全員やってもう異常な草のアップロードが今日は見れると思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。